あーなんかいい打ちたいですね。うまっ。ジンギスカンってもともとヘルメットだったらしい。あー、ドンペリあるのやっぱ、うん、なんか。お疲れ様です。今日はですね、津山からの、帰りです。で、まあ、津山行く時も見ると思うんですけど、鎌倉総本店に来ました。で、今回ちょっと気になったのがあるんですけど、このジンギスカンをいただける、場所ということで今日来ました。ちょっと内容は僕もあんま分かんないんですけど、ちょっと早速チェックしたいなと思います、はい、ミッションスタートで始まります、はい、ドライブスルーもね行けるということで、ね、ですね、ありますね、ここで、うお日本庭園なんですけど、お宝いつか、あ、これですね、さっき聞いたら、この上のコースじゃなくても単品でいけるらしくて、牛肉だけとか、もう今日はもうすごい安い感じで楽しめる感じで、ね、お酒飲みたいとこですけども、あ、どっぷりあるんですね、なんかここに持ってくるかな、ジンギスカン初めてなんですよ、食ったことない、マジですか、ラム肉自体を食ったことない、これってこうですよね、わかんないですよ、わかんない、こうです、あ、そう、あ、なんかね、見たことある、あ、そう、あ、なんかね、見たことある、で、多分着火するんですよ、うん、これジンギスカンってもともとヘルメットだったらしい、いや、これじゃないですけど、大体その、なんかモンゴルの、そうなんだ、モンゴルが、なんかその発祥という、その昔、モンゴル軍が遠征の時に羊を連れていて、その羊肉を焼くときに適当な鍋がなかったため、鍋の代用品として鉄製のヘルメットを使ったのが発祥なそうな。はい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました、ぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします。いや、普通の焼肉動画ではないですね、今日はなんかちょっと、ここ、あ、お願いします、いや、ちょっといいですか、うん、まずね、こうやってやるんですよ、この結構薄い感じがやっぱ美味しいんですよね、うん、すぐ焼ける系ですね、すぐ焼ける系、ちょっと箸割っとこう、うん、美味しいですか、うまメニューがね、こちらになるんですよね、もう単品からでも全然いける、あー、ドンペリあるのやっぱ、うん、なんか意味があるんでしょうね、だってこれよ、いただきます、これ、あ、これはうまいわ、でしょう、うん、なんかお手軽に食べれますよね、うん、だからその適材とか測ったりするイメージあるやん、うん、あー確かに、でもなんかこう普通にちょっと軽く始める、うん、この薄さ加減はまたいいな、うん、もちろんこれ中では食べれないんで、また別のやっぱ別のメニューやったね、ソーシャルディスタンスじゃないですけど外で食べる、うん、こういう時期だからこそのなんかそうなんですね、うん、いいと思います、だって夏流行ったもんね、バーベキューとか、まあ、
寒い中でなんかやるのいいね。俺好きないの冬の。うまっ。いいね、うん、美味しい。この薄さ加減が美味しいかもしれない。俺初めてやけどさ、ラム君、うん、多分好みのランキングに入ってくる。イメージはさ、ちょっと硬くてとかさ、臭みがあってとか思ったけど、これはハマるわ。でも俺だけどイメージがやっぱ匂いやったからさ、意外と食べれますよね、うん、ですよね、食べれますよね。普段だけ肉 3,4 枚とかやる、あ焼肉行って食べそうに見えて、そうそう、アルコールの方が多い。まだ残ってますよ。あ、これ牛脂もう結構いい感じ。あ、いいかもしれない牛脂を食べる人初めて。本当俺、食うね。あれなんかこの間の鶏の刺身と一緒かな。俺実家誰が食うか取り合いやったもん。あ、マジか。そうそう。うん。これ美味しいっすか。うまい。うわあ、ハイボール飲みたい。まあ撮影ってそういうもんなんですよ。はい、というわけでごちそうさまでした。今回はですね、岡山市北区三津にあります、かばくろ総本店さんにお邪魔させていただきました。こちらなんですが、2020年7月より、スタートしたということで、岡山市内ではね、もう珍しいこのジンギスカンのメニューがあるということで、今回お邪魔させていただきました。で、こちら注意点なんですけども、このジンギスカンをご利用の際は、平日のランチタイムは事前に予約が必要ということです。火曜日から金曜の16時以降と土曜日、日曜日、祝日は予約がなくても大丈夫ということですね。はい、というわけでやっぱランチタイムはどうしてもね、お客さん混み合うということで、その平日に限っては予約が必要ということになっておりますが、それ以外は、基本的に自由な感じで、まあ、ゆっくり、過ごせるかなと思います。まあ、ちょっとね寒い感じもしますけどね、なんかやっぱこういうご時世ですからね、なんかすごい新鮮な感じで、ゆっくりくつろげるスペースかなと思います。ぜひ皆さんは行ってみてください。はい、まあ、夜もねなんかライトアップというか、なんか結構いい感じの雰囲気 がしました。ぜひね皆さんも行ってみてください。それでは今回こんな感じでお伝えしました。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。